こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は中国の激しすぎる国内対立を解説するぜ。それじゃあゆっくりしていってね。ロシアのウクライナ侵攻を受けて、中国の軍事情勢が国際的に注視されているけど、まさか中国内部でも対立が起こっているの？ああ、中国では経済格差や差別が深刻なんだ。中国人観光客って爆買いしているイメージがあるけど、みんながみんな裕福なわけじゃないんだね。そもそも都市部と農村部で戸籍が分けられているから、越えられない壁があるんだ。さらに少数民族に対する弾圧も深刻だ。虐げられている人々の不満が募り、中国は内部から崩壊していく可能性があるぞ。そうなの？ということで今回は中国内部の闇深い問題を解説していくぜ。まずは中国の基本データについて簡単に説明するぜ。お願いするわ。中国の国土は世界第4位の広さで、面積は960万キロ平方メートルと日本の約26倍。長さは東西 5000km、南北 5500km で、14カ国と隣接している。日本とは全然違うわ。人口は約14億900万人で、世界2位だぜ。インドに抜かれてしまったのよね。とはいえ、やっぱり多いわ。しかも、中国は多民族国家で、56の民族が住んでいる。人口の約 91% を占めるのが漢民族で、残りの55の民族は少数民族と呼ばれるぜ。こんなに多様な民族が住んでいるのに大半が漢民族で、他がマイノリティという位置づけなのね。近代以降は中華民族という概念のもと、多民族国家を無理やり一つの民族にしようという試みがされてきたぜ。せっかく多様性があったのに。ちなみに宗教は？仏教、道教、イスラム教、カトリックとプロテスタントのキリスト教が認められている。へぇ、宗教には寛容なのね。そうは言っても、約半数は無宗教だという説もあるらしいぞ。共産主義だから？マルクスは宗教をアヘンと呼んでいたんでしょ？確かにそれもあるかもしれないな。しかし、これだけ人数がいるとまとめるのも大変そうね。中国政府は、中国全土を様々な行政区分に分割して統治しているんだ。23の省、5の自治区、4の直轄市、2の特別行政区があるぜ。一体どんなものなの？まず、省は日本の都道府県のようなもので、実は台湾も一つの省なんだ。え、台湾って中国の支配下にあるの？中国政府は台湾が中国の一部だと主張していて、台湾省を設置しているぜ。しかし台湾側は、自分たちは中国とは違う国だと言っている。もうこの時点で中国内部の根深い分裂が見えるわね。次に自治区は、少数民族の自治を保障するために設置されていて、内モンゴル自治区、広西チワン族自治区、新疆ウイグル自治区、チベット自治区、寧夏回族自治区の5つがあるぜ。新疆ウイグル自治区はニュースでよく聞くわよね。その問題については後で解説するぞ。他にも少数民族のための自治区があったなんて知らなかったわ。それぞれどんな民族が住んでいるの？内モンゴル自治区にはモンゴル族、広西チワン族自治区にはチワン族、新疆ウイグル自治区にはウイグル族、チベット自治区にはチベット族、寧夏回族自治区には回族が住んでいるぜ。どの民族も、中国の中では比較的人数の多い少数民族だな。自治区にはその民族だけが住んでいるのかしら？いや、違うぜ。例えば内モンゴル自治区の人口の 80% 以上が漢民族で、他の少数民族も住んでいる。一方、チベット自治区は 93% がチベット族で、6% が漢族なんだ。少数民族だけで構成されているわけじゃないのね。そうだな。そろそろ行政区分の話に戻ろう。省、自治区の次は直轄市ね。直轄市は中国政府が直接管理する市のことで、省に属していないんだ。北京市、上海市、重慶市、天津市の4つがあるぞ。どれも有名な都市だわ。直轄市は中央政府の管理下にあるから、省の経済政策に振り回されることがない。納税や外資企業進出の審査も簡単だから、経済的に発展しやすいんだ。そんなメリットがあったのね。中国の行政区分、最後が特別行政区だぜ。これも中国の行政区分の一つだが、他の行政区とは異なり、高度な自治、資本主義が認められているんだ。香港とマカオの二つがあるぜ。どうして中国なのに、資本主義が認められているの？香港は1997年にイギリスから、マカオは1999年にポルトガルから返還された。返還後50年間は、返還前の制度である資本主義を維持することが定められているんだ。一つの国の中に二つの制度があることから、一国二制度と呼ばれるぜ。歴史的な経緯があったのね。このように一口に中国といっても多様な民族、思想、宗教の人々が共存している。差別や格差も根深いんだ。現在の中国にはどんな問題があるのかしら？ここからは中国内部での対立について詳しく解説していくぜ。中国が抱える深刻な問題の一つは、格差だ。地域による経済格差が大きく、国民の不満が募っているんだ。
そもそも、どうして地域間で格差が生まれてしまったの？経済政策が要因だぜ。中国は社会主義国家で、昔は国が財産を管理していたんだ。そうすれば平等になるはずだもんね。しかしこれだと、どんなに一生懸命働いても給料は上がらない。それで労働者のやる気がなくなり、経済が停滞してしまったんだぜ。そこで中国は市場経済を導入することにしたんだ。それって資本主義に転換したってこと？いや、違うぜ。中国の市場経済を推し進めた鄧小平は、黒い猫でも白い猫でもネズミを取るのがいい猫だ。と述べ、資源配分の方法は政治体制とは無関係だと主張したんだ。つまり、市場経済と社会主義は両立するってことね。鄧小平は経済を立て直すため、改革開放政策を行った。沿海部に経済特区を設置したり、外国資本を積極的に受け入れたりしたんだぜ。どんどん発展していきそうだわ。その通り、沿海部は経済発展が著しく、都市化が進んだんだ。その一方で、内陸部の農村は置いてけぼりにされてしまった。現在でも、農村部の一人当たりの所得は都市の5分の2に過ぎないんだぜ。そんなに大きな格差が生まれてしまったのね。ちなみに取り残されているのはどこなの？中国は東部、中部、西部、東北部という4つの地域に分けられることがあるんだが、このうち東部が沿海部で、中部、西部が内陸部だ。東部には北京や上海、広東省、浙江省などがある。ふむふむ。中部には山西省や河南省など、西部には少数民族の住む特別区5つや四川省や雲南省などがあるぜ。もちろんこれらの全てが貧困というわけではないんだが、内陸部は貧しい傾向にあるんだ。へえ、そうなんだ。でも、経済格差なら是正するためのやり方は一応あるわよね。すでに発展している沿海部の助けを借りながら農村も発展していけばいいんじゃないかしら？そう簡単にはいかないんだぜ。中国にはもっと闇深い問題があるんだ。一体何なの？戸籍だぜ。中国の戸籍は、農村戸籍と都市戸籍の2種類に分けられていて、戸籍によってある程度人生が決まってしまうんだ。全人口のうち都市戸籍保有者の割合は約 45%、農村戸籍保有者は約 55% だぜ。半数以上が農村戸籍保持者なのね。でも戸籍って、名前とか親族関係とかが書いてあるやつでしょ？どうしてそんなもので人生が決まるの？この戸籍制度は、都市部住民を保護するため1950年代後半に作られた。都市戸籍の保有者は十分な社会保障を受けることができる。しかし農村戸籍の保有者は社会保障が制限されており、アクセスできる教育や医療が限られているんだ。そんなことが許されるの？同じ中国人なのに、住む場所によって差別されるなんて。都市戸籍か農村戸籍かによって、大学受験の合格点も異なる。都市の名門大学に在籍する農村出身者は全体のわずか2割ほどなんだ。農村戸籍から都市戸籍に移ることはできないの？都市戸籍から農村戸籍に移ることはできるが、その逆は非常に難しいんだぜ。じゃあ都市の大学に通う農村戸籍保有者はどうしているの？都市戸籍にも2種類あり、都市生まれの人が入れる個人戸籍と、農村生まれの人が入れる団体戸籍がある。農村戸籍の人が都市の大学に進学する場合は、団体戸籍に入るんだぜ。ということは、戸籍を見たら、この人は本当は農村出身なんだ、ってバレるのね。しかも、団体戸籍には制限があって、数年納税しないと不動産が購入できないんだ。ちなみに大学卒業後はどうなるの？また農村戸籍に戻るのかしら？ああ、基本的には農村戸籍に戻るんだぜ。ただ、都市で就職できた場合には団体戸籍に入ることができる。ただ、都市戸籍を持っていることが採用の条件となっていることもあるから、農村出身者が都市に就職するのは難しいんだ。学歴は同じでも、出身地によって差別されるってこと？そうだな。しかも、運よく都市に就職できたとしても、都市出身者と比べると制限があるなんて、信じられないわ。この制度はもともと、農村から都市への人口流入を防ぐために作られたんだ。しかしこれでは農村は依然として貧しいまま。そこで現在は、戸籍制度の緩和が進められているんだぜ。うまくいっているの？それが、これもなかなか厳しいんだ。新たに都市戸籍を得た人々が都市に殺到しても住宅は足りないし、行政サービスも限られている。2017年には、当局が北京で出稼ぎをする農村戸籍保有者を追い出したこともあった。体裁を良くするために、追い出された人々は、北京で発生した火事の犯人にさせられた。理不尽この上ないわね。また、この時に誕生したのが、低デュアン人口、低ランク人口、という言葉だ。聞くまでもなく嫌な言葉ね。農村戸籍保持者と他国からの労働者をひとまとめに低ランク人口とし、この人々を追い出そうとしたのが、今回の事件、低デュアン人口排除政策、だ。そんなひどい扱いを受けているなんて、都市の住民と農村の住民が手を取り合うのはなかなか難しそうだわ。しかも、都市の住民も一枚岩というわけではなく、地域ごとの個性がある。例えば政治の中心地、北京の人は明るく対局を見通す器の大きさがあり、経済発展を担った上海の人は、北京への対抗意識が強く、商売人だとか。
それぞれの都市が担ってきた歴史によって、気象も違うんだね。このように都市部にも様々な人が住んでいるし、現在は改善されてきているものの、沿海部と内陸部、都市部と農村部の経済格差も大きい。これじゃあ一致団結できないわ。さらに中国が抱える大きな問題が、少数民族への弾圧だぜ。中国で起きている少数民族への差別というとウイグル自治区の弾圧が有名ね。他にもあるのかしら？さっき説明した通り、中国には、少数民族の自治を保障するための5つの自治区がある。うちモンゴル自治区、広西チワン族自治区、新疆ウイグル自治区、チベット自治区、寧夏回族自治区だ。地名に冠された民族が住んでいるのよね。ウイグル自治区の問題は有名だから知っている方も多いと思うが、実は他の自治区でも深刻な事態が起こっているんだ。そうなの？例えばうちモンゴル自治区の小中学校では、これまで授業をモンゴル語で行っていたんだが、2020年9月からは標準中国語で教えることになったぜ。2022年には国語、歴史、政治など数教科を標準中国語で行うようになったそうだ。自治区では少数民族の自治を保障しているんじゃなかったの？表向きは公用語である漢語の普及が目的ということになっているが、うちモンゴル自治区の公用語はモンゴル語だ。それにもかかわらずモンゴル語での教育を削る中国政府のやり方には批判も集まっている。そりゃあそうよ、これじゃあ自治区を設置した意味がないじゃない。実はこのやり方は、2017年にチベット、新疆ウイグル自治区でも実施されている。言葉を奪い、中国人と同化させるつもりなのね。これに対して自治区では強い反発が起こり、授業のボイコット、デモなどが起こった。警察はデモ参加者の顔写真を公開し、懸賞金をかけて摘発。その結果170人以上が逮捕されたんだ。中国政府はどうしてそんなことをするの？中国人に同化させるためだぜ。特にうちモンゴルの場合は、モンゴル国との関係を強化していつか独立するのではという、危惧もあるんだ。そういえばモンゴルって国の方もあったわね。それなのにどうして中国にもモンゴル族が住んでいるの？もともとモンゴルは一つだったんだ。それが17世紀に帝政ロシアと新王朝によって、外モンゴルと内モンゴルに分割され、外モンゴルは独立、内モンゴルは中国の一部になったんだぜ。そんな経緯があったのね。それにしても、このまま同化政策が進むと少数民族がいなくなっちゃうよ。その通りだな。特に深刻なのが、ウイグル族の弾圧だ。ニュースでよく聞くけど、一体何が起こっているの？そもそもウイグル族って何？ウイグル族というのは、ジュルクと呼ばれる中央アジアの遊牧民族を祖先に持ち、ウイグル語を話す人々だぜ。大部分がイスラム教徒で、自治区には1000万人ほどが住んでいると見られる。民族的にはトルコ人に近いと言われているぜ。へえ、宗教も言語もいわゆる中国人とは違うわ。ちなみに中国政府は彼らをウイグル族と呼んでいるが、この呼び方だと彼らが中国の少数民族であることを強調することになる。だから、ウイグル人と呼ぶ人もいるんだぜ。呼び方にも政治的思想が現れるのね。ウイグルでは1980年代から、民族自治の拡大や独立を求める動きがあり、中国政府は弾圧を行ってきた。2014年には駅が爆破されるテロが起こり、これを機に中国政府はウイグル族への弾圧を強めたぜ。そんな歴史があったのね。それで、ウイグルでは実際何が起こっているの？中国政府が否定しているから明確なことは分かっていないんだが、おそらく強制収容所があるんだ。強制収容所？ウイグルには380カ所以上の強制収容所があり、100万人以上が収容された恐れがある。中国政府は過激思想に毒されている人を強制するための職業技能教育訓練センターと主張しているが、実際には強制労働や不妊手術が行われている可能性が高いんだぜ。しかも、中国政府は一体化統合作戦プラットフォームと呼ばれるプログラムを用いてウイグル族の個人情報を徹底的に監視し、危険だと判断したウイグル族を収容所送りにしているんだ。個人情報って名前とか住所とか？もちろんそれも含まれるが、交友関係や SNS などでのメッセージも監視されているぜ。中国って怖すぎるわ。おいおい、他人事じゃないんだぞ。え？ウイグルでは綿花の栽培が盛んで、日本人の着ている服にも使われているんだ。もしかして、ウイグル族が強制労働させられて作った服を着ているかもしれないってこと？その通りだぜ。例えばユニクロや無印は、ウイグルで生産された綿花を使っている可能性があると非難されている。どちらも日本人には欠かせないブランドだよ。ウイグルで栽培されている綿は世界の綿生産量の2割を占めているから、他の企業も使っている可能性があるんだぜ。まさかそんなに身近な問題だったとは。でもさ、虐殺とかは起こってないんだよね。どうだろうな。ウイグル族の出生率はここ数年不自然なくらい低下しているんだ。中国政府が弾圧を行う前には、ウイグル族の人口は、2040年2310万人に達すると見込まれていた。しかし現在の調査では、860万から1050万人になると予想されているぜ。不妊手術をしているってこと？
おそらくそうだろうな。中国政府は、ヒニングが手に入りやすくなったから、と説明しているが、そんなことが許されるの？国際的にはジェノサイドだと認定されているぜ。アメリカ政府は、ウイグルで強制労働により生産された製品の輸入を禁じているし、EU やイギリス、カナダなども制裁を発動している。このように、国際社会では非難が強まっているんだぜ。国内でこんなことが起こっていたら、いつか内部から分裂しそうね。その通りで、もう始まっているとも言えるんだ。中国の現在の国家主席は習近平。彼は国家主席であるだけでなく、中国共産党中央委員会総書記と、党中央軍事委員会主席も務める中国の最高指導者なんだ。党、軍、国、すべてのトップということね。もう10年以上も事実上の指導者で、現在は3期目、4期目も続投する可能性が高いぜ。最強だわ。しかし最強に見える習近平政権も、実は内部で問題をはらんでいる。こんなに順調そうに見えるのに？そうなんだ。これまで都市部と農村部の格差や少数民族に対する差別などを解説してきたが、中国の内部分裂を加速させているのは、昨今の中国経済の停滞だぜ。不動産バブル崩壊によって、不況に陥っているんだ。日本のバブル崩壊みたいな感じかしら？そうだな、中国経済も日本化するのではないかという懸念が高まっているぜ。そもそもどうして不動産バブルが崩壊したの？いろいろあるが、一つはコロナ禍だ。感染を防ぐため都市が封鎖された結果、多くの企業や個人事業主が休廃業を余儀なくされ、経済成長率が低下した。ふむふむ。そこで金融緩和を行ったところ、不動産ブームが到来。しかし中国政府はすぐにデベロッパーに厳しい資金調達規制を課したんだ。それでバブル崩壊となってしまったんだぜ。せっかく経済が回復しそうだったのに、どうしてそんなことをしたのかしら？金の動きを管理し、中央集権体制を強化するためだ。中国政府は、住宅は住むためのものであって投機対象ではない、と主張しているぜ。それが裏目に出てしまったんだな。やっぱり市場経済と社会主義を両立させるのは難しいのかな？習近平は両者を両立させようとしているが、市場経済が進むと国家による統制は弱まるし、国家による統制を強めると市場経済が立ち行かない。しかも、経済を活性化させるためには外国の企業と連携する必要があるが、そうするとますます国家の統制は難しくなるだろう。他の政治思想に触れて目覚めてしまう可能性もあるわ。現在、中国では政治幹部の自殺が頻発している。不動産バブル崩壊への一般市民の不満をそらすため、バブルで不当に財を成した政治家を摘発、投獄しているんだぜ。それで絶望して自殺ってこと？幹部が相次いで自殺だなんて、もう内部崩壊は始まっているじゃない。しかも、2023年の若者の失業率は 21.3% と過去最悪。さっき説明したように、ウイグルでの人権侵害に対して、欧米諸国は経済制裁を行っているから、経済回復を外に頼ることはできない。中国内部で経済を回していかないといけないのね。しかし、コロナ禍によって国内の企業は続々と倒産している。このままだと職を失い、自殺する人が増えるかもしれないんだ。それだけではないぞ。政府が社会保障費を賄えなくなり、命を落とす可能性もあるんだ。どうして不動産バブル崩壊が社会保障にまで繋がるの？中国では全ての土地が国有地で、地方政府が管理している。だから建物を建設する際には、地方政府が開発会社に借地権を売って金を得てきた。ということは、バブルが崩壊した今、地方政府も、その通り、負債が膨らんでいるんだぜ。このままだと地方政府は年金や社会保険などを支払うことができなくなる。年金がないと生きていけない人もいるわ。だから、今後数年間で100万人以上の自殺者が出るのではないかと予想されているぜ。外国を頼ることもできない、内部でも深刻な問題を抱えている。一体どうしたらいいのかしら？最高指導者習近平も頭を抱えているようだぜ。これまで強いリーダーシップを発揮してきた彼だが、最近は勢いが弱まっている。彼は、経済政策を決める会議を開かずさらに記者会見も行わなかった。どうしたらいいのか悩んでいるのね。ああ、コロナの封じ込め政策は経済停滞をもたらしたし、不動産業への介入も失敗に終わってしまった。大きな転換を行えばまた失敗するリスクがあるし、国民の信頼も揺らぐかもしれない。袋小路に入ってしまったんだ。難しいわ。このまま中国の経済は復活せず、バブル崩壊後の日本のようになるのか、はたまたその前に内部から崩壊してしまうのか、国際社会は注視しているぜ。しかも、すでに経済格差や差別によって一部の国民の間では不満が募っているものね。どんな未来が待ち受けているのか、中国の動向に。霊夢、緊急ニュースだ。挨拶もなしにやぶから棒ね。先日中国の三峡ダムについて、決壊の危険性を解説したんだが、なんと本当に決壊してしまったんだ。ロシアのダムがな。ロシア？
日本の報道情報はまだ少ないんだが、今日はロシアで一体何が起こったのか。前半では現在の被害状況、後半ではダム決壊の原因について、海外メディアの最新情報から考察するぜ。お願いするわ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。まず事故はロシア南西部にあるオレンブルク州、オルスクで発生した。ちょうどカザフスタンとの国境にある州ね。そうだ。モスクワからは東に約 1800km ほど離れたオレンブルクには、欧州3番目に長い川、ウラル川が流れている。そのウラル川が雪解け水の流入により増水、その結果ダムが決壊したんだ。とんでもない増水だったのね。見ればわかるぞ。これが町の様子だ。これが町？川みたいになっちゃってるじゃない。ウラル川はもちろん、付近を流れるイルキシュ川の支流であるトボル川もあっという間に水位が上昇。川の水位は最大で約11メートルほどになったようだぜ。だいたいビル3、4階くらいだな。そんなものを前にしたら人間は無力よ。地元当局が10日に明らかにしたところによると、オレンブルクの水位は、基準値の930センチメートルを大幅に超え996センチメートルに到達。住宅など約1万3000棟が浸水した。下流域のカザフスタンも気が気じゃないでしょうね。被害はカザフスタンにも広がる見込みなんだが、まずは国内で浸水被害が続々と拡大している。大統領府は洪水の被害はクルガン州、チュメニ州でも避けられないと明言し、河川沿いの住民に緊急避難命令を出した。本当に広範囲に浸水が進んでいるのね。オレンブルク州のパスレル知事は、洪水の範囲がウラル川全域 2400km に広がっているのではという、見方を示している。欧州で3番目に長い川なのよね。これは相当まずいわ。10日までにロシアでは1万2000人、カザフスタンでは1万人が避難を強いられている。被害の渦中にあるオレンブルク州では7700人以上が避難しているぜ。まさに未曾有の事態ね。これはオレンブルクの歴史上最悪の洪水だと伝えられている。このまま一生水が引かないんじゃないかとすら思ってしまうわ。地元メディアの試算では、水が引くのは20日以降になるらしいぜ。2週間も水浸しになっちゃったらもう大切なものは取り戻せないじゃない。地元住民の方々の被害もさることながら、被害地域周辺はロシアにとっても重要な意味を持っていてな。この事故はロシアに大きな痛手を与えたと言っても過言ではないだろう。重要な意味？洪水被害の拡大地域としてチュメニ州を挙げたのを覚えているか？オレンブルクの北東側に位置する州ね。その通り。このチュメニ州がロシアにとって大きな意味を持つ地域なんだ。情勢を考えると武器を製造しているとか、保管しているとかかしら？当たらずといえども遠からずだな。実はチュメニ州はロシアの主要石油生産地なんだぜ。石油ね。それは確かに大事だわ。中でも原油や天然ガスの埋蔵量が豊富な炭化水素盆地として世界最大の規模を誇る。炭化水素盆地？石油や天然ガスは炭化水素の混合物だ。盆地の地下深くに広く分布していると言われている。つまり素材がたくさん取れる土地だったのね。石油精製所もこの地域に点在していたのだが、閉鎖を余儀なくされ、ロシアの石油精製能力は1日あたり13万バレルも減少したんだ。13万バレル。ってどれくらい？1バレルが約159リットルだから、だいたい2000万リットルくらいだな。25メートルプール4万7000杯分くらいの石油が取れなくなってしまったんだ。それは大打撃ね。ただでさえドローン攻撃を受けて精油能力の約 14% を失っているから、この自然災害は追い打ちをかけるような結果になった。これを機に戦いをやめてくれないかしら。産業への被害もさることながら、地域住民にも深刻な被害をもたらした。地域の被害額は約210億ルーブル、日本円でおよそ344億円に達すると言われているぜ。国はそれを保証するだけの力があるのかしらね。案の定本件の対応をめぐって、住民による抗議活動が行われているようだ。やっぱりね、数百人の住民がオルスクの市庁舎近くの広場に集結し、保証金が少ないことを訴えた。警察による言論統制の異常さを鑑みると、それだけ集まるのはよほど深刻ってことね。オレンブルク州は当初、避難した住民に対して最大5万ルーブル約8万円の保証金を提示。少な。その後2倍に引き上げたが住民の不満は収まらなかった。ちなみにロシアの平均月収は約7万ルーブルという調査があるぜ。1ヶ月ちょっと分の給料で立て直すのはさすがに難しいわよ。しかも完全な自然災害ならまだしも、ダムが決壊してるんだから、天災以外の要素もあるんじゃないかって思っちゃうわ。そう。住民は日本円で約160億円かけて新設したダムが決壊したことにも怒りを示している。異常気象だとしてもやりきれないわよね。じゃあ続いてどうして史上最悪の災害になってしまったのかを解説していくぜ。お願いするわ。まず一つ目の原因として挙げられるのは異常気象の影響だ。雪解け水が予想を超える量流入してきたってことよね。これも地球温暖化の影響なのかしら。ロシアといえば、言わずもがなだが典型的な大陸性気候だ。
国土の大部分は寒冷な気候で、夏は短く冷涼、冬は長く厳しい。まあ寒いっていう印象しかないと言っても過言ではないわ。しかし、そんなロシアでも気温は上昇している。昨年6月には、ロシアの極東シベリアで 37.7 度を超す記録的猛暑が観測されているんだ。猛暑日じゃない。最も高い場所だと 39.6 度を記録していて、史上最悪の熱波だと言われている。史上最悪だらけね。猛暑の影響で大規模な森林破壊の被害も広がっていて、ウラル山脈も例外ではないんだ。昨年5月に発生した火災では少なくとも21人が命を落としたという。森林がなくなると洪水とか土砂崩れが発生しやすくなるってよく聞くわ。雪解け水にも影響があるのかしら。雪解け水の水量の増加は気温上昇が関与していると考えられるが、その雪解け水を運びやすくしたのは森林破壊の影響もあるだろうな。どちらにせよ異常気象が関係しているのは明白ね。こういう時って誰かのせいの方が少しは気が楽なのに。地球温暖化は世界的な問題だからなんとも言えないが、少なくともロシアが地球温暖化対策に消極的だったということは確かだぜ。え、そうなの？正確には一昔前までは、消極的だったんだ。だが、その結果予想以上にとんでもない事態になってしまったから、近年正反対の方向に舵を切り出したんだぜ。どういうこと？簡潔に言うと、地球温暖化が進んだ方が生産性が上がるから OK と考えていたんだ。ええ。でも確かにロシアはちょっと暖かくなるくらいがちょうどいいのかしら。ロシアは北極圏開拓に力を入れていて、気温上昇はロシアの農産物の生産性を向上させる。従来、農業は比較的温暖なウラル山脈以西の欧州地域南部が主流だったんだが、温暖化の影響で永久凍土層が溶け、ツンドラ地帯も農作地に適した土地へと変化していったんだ。つまり農作物の収穫量を上げるためにわざと地球温暖化を促進していたってこと？人為的に促進したというわけではないが、抑制するような施策を掲げなかった。2017年にロシア天然資源環境省が発表した2017年のロシア連邦の環境保全と状況について、という報告書によれば、1976から2017年の40年間で、地球全体が10年間に 0.18 度上昇したのに対して、ロシアではその 2.5 倍の 0.45 度上昇しているということがわかったぜ。それがどうして今は防止の方向に切り替えたの？鍵になるのは永久凍土層が溶け始めてしまったことだ。氷の中には遥か昔に生きていた生物が眠っているということがあるんだ。ほぼ完全な形のマンモスが見つかった時はさすがに興奮したわ。これがまた産業として利益を生み出したりもするんだが、大きなリスクも内包している。それが病原菌だ。病原菌も氷の中に眠ってたってこと？その通り。実際にマンモスの遺体から炭疽菌が発見されたという事実もある。永久凍土の中にはすでに根絶したと思われている危険なウイルスが眠っているかもしれないんだ。もし感染症にかかって死んだ動物が地表に溶け出てしまった場合、ロシアだけでなく世界中に大きな影響を及ぼすことになるだろう。そんなことになったらますます国際社会での立場をなくしてしまうわね。プーチンもさすがにことの重大さに気がついたのか。2021年11月、2050年までの温室効果ガス排出削減を伴う社会経済発展戦略を発表した。2050年までに温室効果ガスの純排出量を2019年比約 60% 削減し、2060年までにカーボンニュートラルを達成するという計画だ。計画を打ち立てたはいいものの時すでに遅しってことね。まあこればっかりはロシアだけの責任ではないからなんとも言えないがな。続いて二つ目の原因はダムの施工管理だ。これは防ぐことができた問題だと言えるだろう。これまたずさんな工事でもしていたの？着工時のことはまだ詳しくわかっていないのだが、地元検察によれば、ダムの決壊は施設が適切に、保守管理していなかったために発生したと原因を推測しており、現在犯罪としての捜査が開始されている。それが原因だとしたらとんでもない罪よ。たくさんの人の生活と思い出が流されたわ。今後の捜査の進展を待つしかない状態だが、そういった人為的なミスが、原因の一端になっていることはほぼ間違いないだろう。すでに証拠があるの？状況証拠はいくつかあるな。まずは先ほども触れたが、決壊したダムは2010年に建設されており、まだ稼働してから14年足らずのダムであるということ。経年劣化するには早すぎるわね。そして水位が堤防の高さを超えて、オーバーフローしたわけではないということだ。え？てっきり高さが足りなかったのかと思っていたわ。地元メディアによると、決壊したダムの堤防はまだ 1.5 メートル余裕があったようだ。ということはダムの壁面に風穴でも開いちゃったってこと？ビデオ資料を見た専門家によると、ダムの側面から洪水は発生したという。そこから水の漏れ、ろ過、壁面の欠損などが原因なのではないかと推測されており、その場合建設中または運用中に問題があったのではないかと考えられている。かなり黒っぽいわね。実際にダムの建設を担当した会社の取締役は、ダムに損害を与えたのは月死類であると説明しているようだ。ネズミが食べちゃったって言いたいの？
いや、ネズミではなくビーバーやモグラ、ホリネズミといった生物だ。全然笑えないわよ、その冗談。そうだな。この発言に世間は困惑し、被害者は憤慨しているという状況だ。実際にそんなことがあり得るのかしら？決壊したダムがコンクリートではなく、土砂や岩石を材料とする。アースダムやロックフィルダムであった場合否定はできないかもしれないな。コンクリートの場合でも月種類であればかじってしまうこともあるようだ。ベラルーシでは成人男性がビーバーに襲われて死亡するという事件も起きているくらいだからな。月種類子は、たとえ月種類が原因だとしても、それを補修、防止してこなかったのだから、管理側に責任があると思うぜ。確かにその通りだわ。今現在も住民の方々は避難生活を続けているのよね。復興状況はどんな感じなのかしら？現在は住宅の復旧作業に向けて建設省が調査を開始しているようだ。4月11日、建設省長官のイレク・ファイズリン氏がオレンブルクの被災地に派遣され、災害規模の調査を開始、住民との話し合いの場も設けられたという。迅速な対応ね。話し合いの中で、同市は道路、公園、広場、遊び場、これらすべてが修復のために整備される。と述べたが、これには疑問の声も上がっている。例えば住宅の復旧費用について、住宅が完全に失われた場合、2024年の第一四半期に1平方メートルあたり、68,700ルーブルのレートで証明書を発行するという対応が述べられている。家を失って給料1ヶ月分か。金額面でもそうだが、家の損壊の基準、自宅を住宅として登録できなかった人への保障についてが疑問視されている。明確な基準を決めておかないと大変なことになるでしょうね。また、そもそも沈没した家を修復することに意味があるのかという議論も繰り返された。いつまた洪水が起こるかわからないものね。その通り、今後も洪水による被害が二度と発生しないとは断言できない。ウラル川のさらに上流域にあるエリクリンスカや貯水池にも危険が迫っているんだ。上流域がピンチって、結構まずいんじゃない？この貯水池がウラル川の水位を調整し、下流域の洪水被害を最小限に抑えるために、役に立っているのだが、ここに流れ込む川の水量も今年は歴史的最大水量に達している。イリクリンスカヤが決壊した場合、次に何が起こるのかは見当もつかない。そんな場所に。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はなぜ南アフリカは豊富な資源を持ちながら、貧困から抜け出せないのか、について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。この前新婚の友達に会ったら、プラチナのダイヤ入り結婚指輪してて素敵だった。ほう、プラチナ。南アフリカで採掘されたものかもしれないな。え？南アフリカってプラチナが取れるの？南アフリカは、プラチナの世界一の生産地だぜ。ダイヤも世界で6位の生産量を誇る。知らなかった、南アフリカって、ものすごく資源に恵まれているんだね。でも、あんまり豊かな国ってイメージがないのはなんでだろう？南アフリカは、貧困に苦しむ人々がとても多い。格差もひどく、世界一不平等な国と呼ばれるほどだ。高価な宝石の源がたくさんあるのに、それを売っても国民は豊かになれないの？ああ、日本からしたら羨ましいほどの資源がありながら、絶望的な貧しさに苦しむ南アフリカの、複雑な事情について説明するぞ。お願いするわ。時は大航海時代。1480年にポルトガル人のバルトロメウ・ディアスが喜望峰を発見した。やがて、喜望峰は貿易船の中継基地として発展したんだ。そのため、ヨーロッパ人の南アフリカ移住が始まった。ちなみに、インドを目指している途中で嵐に巻き込まれて偶然喜望峰を見つけたそうだ。偶然の出来事が、その後の物流の発展に大きく寄与することになったのね。1652年にオランダ人のヤン・ファン・リーベックが、テーブル湾にケープ植民地を設立した。その地はケープタウンと呼ばれ植民地開発の拠点となった。次にこの地に目をつけたのが、イギリスだ。さすが、目ざとい大英帝国。イギリスも、南アフリカへ進出を開始した。イギリス軍がオランダのケープ植民地を占領。その後、イギリスに割譲されたんだ。こうして、オランダ、イギリス、アフリカ原住民との争いが激しくなっていった。ヨーロッパ2カ国と原住民か。先進国の方が強い武器もありそうだし、強そうだわ。そうだな。オランダからケープタウンを奪い、1814年にケープタウンはイギリスの領土になった。そして、キンバリーという町でダイヤモンド鉱山が見つかる。おお、さっき言ってたダイヤモンドね。さらに、1880年代にはトランスバールで金も発見されたんだ。ダイヤに金って、かなりすごくない？ああ、金が見つかったことで、一躍ゴールドラッシュに沸いたぜ。後にプラチナも見つかるんだ。絵に描いたような、お宝ザクザク状態ね。1910年には、ケープ植民地と3つの州で構成された南アフリカ連邦ができた。
こうして、南アフリカ連邦はイギリスの自治領となった。この頃から、白人による黒人への人種差別が始まるんだ。どうして?植民地支配をしているのは、白人だ。しかし、もともと南アフリカは黒人の国だろう?後からイギリスやオランダが乗り込んでいったんだものね。そうだ。だが、数では、圧倒的に黒人が多いんだ。白人同士で争ってる場合じゃない。そんなことをしていたら、南アフリカの統治がうまくいくわけないぜ。黒人に負けてしまうだろう。ふむふむ。白人の多くは、アフリカーナーだった。黒人を奴隷として扱っていた人々の子孫だ。だから、黒人に差別意識を持っていたんだな。アフリカーナーって、オランダ系移民の子孫だ。アフリカ生まれを意味するオランダ語だぜ。そうなんだね。少数の白人の特権を守らなきゃならない。自分たちの立場を揺らぎないものにするため、黒人を白人共通の敵に仕立て上げたんだ。共通の敵がいれば、団結力は高まるものだからな。はぁ、自分勝手もいいところね。黒人を抑圧する法律をいくつも成立させていく。それが、今でも南アフリカを苦しめる、アパルトヘイトへと繋がっていくんだぜ。名前だけは聞いたことあるかも。アパルトヘイトってなんだっけ?白人と黒人の接触を徹底的に避け、黒人を差別し、自由を奪った人種隔離政策だ。南アフリカの公用語のアフリカンス語で分離隔離を意味する。1948年から1994年までの46年間続いた、悪名高き政策だ。半世紀近くも続いたんだ。こんなにも長くアパルトヘイトが続いたのには、東西冷戦時代が関係している。第二次大戦後、アメリカと旧ソ連を中心にして激しく対立したんだ。冷戦は1980年代の終わりまで続いた。日本って、その両国のちょうど間に位置してるわよね。怖いんだけど。冷戦時代、アメリカをはじめとする西側諸国はレアメタルの輸入を、南アフリカに頼っていたんだ。だからこそ、アパルトヘイトに口出しができなかったんだな。そんな理由なの?アパルトヘイトは、ちょうど30年前に廃止されたが、今でも黒人差別の名残が残っている。そのせいで、南アフリカは貧困から抜け出せずにいるんだ。それだけ一貫して黒人に対してひどいことしたのね。もともと自分たちの国だったのに、なんで後から突然入ってきた人々に、好き放題やられなきゃならないんだろう。本当だよな。奴隷制や人種差別はよく植民地で行われるが、このアパルトヘイトもかなりひどいぜ。まずは、すべての南アフリカ人を白人、カラード、インド人、黒人という4つの人種に分類した。人種に分類って、すごい差別的。さらには、レストラン、エレベーター、映画館、列車やバス、公園、公衆トイレ、あげたらキリがないほど、とにかくあらゆる場所で白人用と区別され、接触は断たれた。白人の居住区に、黒人が移動することさえ制限されたんだ。やだ、細かい。住む場所も制限されていたし、参政権もなかった。白人との結婚は禁止で、デモを起こすことも、禁止されていたんだ。好きな人と結婚もできないの?冗談じゃないわよ、そんな人生。黒人は、国土の約 13% の土地の中に押し込められてしまった。そんな狭い中に?そして、現代の貧困の原因になっているのは、この時代から続く教育格差だ。教育?学校かしら?そうだ、白人と黒人では学校も分けられていた。黒人の学校は、インフラも整っていない。教師の質も低いものだったんだ。きちんとした教育を受けられなければ、知識やスキルを身につけられず、職にありつけない。つまり、仕事が見つからず貧困に陥ってしまう。その通りだ。1953年に、バンツー教育法が定められた。なんと、人種ごとに教育内容が定められていたんだ。白人と黒人で教育内容が違ったの?その通り。黒人は、黒人社会で役立つ教育をすればいい。安く使われる労働力としてしか、見られていなかったんだ。どうせ、知識が必要な白人社会の仕事に就けないのだから、と。何よそれ?私、勉強嫌いだったけど、最初から可能性の入り口を狭めるって何様よ?白人様?黒人は、母語での独自教育を受けさせたんだ。なんだか、一見アイデンティティを大事にして良さそうに感じるけど、これにもしっかり裏があって、黒人向けの教育は学術的内容がなかったんだ。園芸のような、実務的な授業だけが行われていたんだぜ。それじゃ、知識とか教養とか身につかないわよ。それが狙いだ。また、英語での教育も禁止された。黒人が大学などで行われる英語の授業を受けられないようにするためにな。なんだか聞いてて腹立たしくなってくるわ。おまけに、かけられる教育予算も白人と黒人は雲泥の差があった。黒人の学校では、教室や教師の数が圧倒的に足りなかったと言われているぜ。それが、今でも教育格差と貧困に尾を引いているのね。こんな厳しく差別されていたら、当然黒人の不満は溜まって怒りが爆発する。そりゃそうよ。アパルトヘイトの政策に人々が抗議して多数の死傷者を出した事件が2つある。
まずは、1960年3月21日に起きたシャープビル虐殺事件だ。1952年に制定された、パス法への抗議が発端だった。パス法ってどんな内容だったの？南アフリカでは、16歳以上の黒人は常に身分証を携帯していなくてはならなかったんだ。その身分証には、氏名、写真、指紋、白人の雇用主の連絡先などが記載されていた。指紋って、犯罪者扱いされているようで嫌だな。また、どの地域を通るのか、どのエリアに入れるのか、記載されたエリア以外で見つかると、有無を言わさず逮捕されると書かれていたんだ。本当に人権無視ね。つまり、黒人を特定の居住地域に閉じ込めておくための法律だったんだな。同時に、黒人労働者を支配し搾取する目的もあった。何百万もの黒人が、逮捕や投獄をされてしまい、無謀扱いを受けたんだぜ。肌の色が違うだけで、なんでこんなに虐げられなきゃいけないんだろう。生まれる時に自分で選べるものじゃないのに。このパス法への抵抗として、シャープビルの黒人居住区でデモを起こしたんだ。身分証を持たずに地元の警察まで行進し、平和的な抗議行動として、逮捕されることを求めたんだぜ。逮捕覚悟でやったんだ。決して攻撃的なものではなかったのね。当日は、何千人もがシャープビル警察署まで行進した。身分証の携帯を拒み、パスで倒せ、と叫んでいたそうだ。陽気な雰囲気で、楽しそうに歌ったり踊ったりしていたんだぜ。事件の名前のイメージから、ほど遠い感じだわ。やがて、装甲車や警官が現れ、軍用ジェット機まで飛び始めた。雲行きが怪しくなってきたわね。そして、警官が突然群衆に発砲したんだ。69名が死亡、180名以上が負傷した。参加者は、警察から逃れるために背を向けた。しかしその時を狙われて、撃たれてしまったんだ。700発以上の弾丸が発射されたが、デモ隊が撃ったものは一発もない。つまり、すべて警察側の一方的な攻撃だった。そんな、こっちは暴力に訴えるつもりなんて全くなかったのに。その後、何人かの目撃者により、警察の汚い偽装工作が発覚する。亡くなった犠牲者の手に銃やナイフを置いたんだ。どうして？デモ隊が警察に攻撃する気があったように見せかけたんだな。警察が証拠偽装していいの？また、負傷して倒れている者を殺害した警官もいたそうだ。信じられない、どっちが犯罪者よ。負傷者を病院まで追いかけて逮捕し、刑務所に連行されてしまった人もいる。この事件は、世界に大きく報じられた。そして、アパルトヘイトの不条理さや、根強い人種差別を知らしめたんだ。こんなこと、あっていいはずがないわ。無抵抗の人々に突然発砲するなんて。もう一つの事件が、1976年6月16日に起きたソウェト蜂起だ。ヨハネスブルグのソウェト地区で、3000人から1万人の学生が起こしたデモだぜ。こっちは、学生が中心なのね。そうだ。政府が学校でアフリカンス語を強制したことが原因だからな。あれ？アフリカンス語って、黒人から見たら、支配者の言語だ。つまり白人支配の象徴と言える。自分たちを苦しめている白人の言葉をなぜ使わなくてはならないのか？嫌悪感を抱いても不思議じゃないだろう。そうよね。黒人の学校は、ただでさえ質が悪かったんだ。とどめに白人の言葉を押し付けられたら、抗議だってしたくなるぜ。確かに、おとなしく受け入れるなんてできないわ。このソウェト蜂起も、平和的にデモ行進する予定だったんだぜ。行進の前には、規律と秩序を守り、平和的に行うことを誓ったんだ。まあ、黒人はゴミ箱じゃない。アフリカンス語は臭いなんて、スローガンを掲げて歩いたようだがな。それくらい言ってもいいわよ。出発後、警官が突然催涙ガスを噴射したんだ。当然、学生は咳込みながら煙から逃げた。学生たちは後ずさりしながらも、警察の方を向いたまま、プラカードを振ったり、歌ったりしていたんだ。両者譲らずって感じで、緊張感があるわね。警察はデモ隊を包囲し、行進できないようにしていた。そして、警官が発砲したんだ。公式発表では、犠牲者は23人となっていた。しかし、少なくとも200人以上が命を落としたという報告もある。無抵抗の学生にこんな仕打ち、よくできたわね。犠牲者のほとんどは、23歳未満だった。負傷者の中には、障害を負って生きている人も、多いんだぜ。まだ、皆学生で若かったのに。どうしてこんな悲しい結果になったんだろう。学生が平和的にデモ行進をしていただけだ。なのに、警察は次々と発砲した。国際社会にも、南アフリカの残虐性がはっきりと伝わった事件だった。さすがにこれは行き過ぎよ。嫌悪感しかないわ。アパルトヘイトも終わり、独立も果たしたのに南アフリカは、依然として貧困にあえいでいる。一体なぜなの？第一に、貧富の格差がとてつもなく大きいんだ。その上、未だに強い人種差別も残っている。やはり、長年続いた悪しき慣習を断ち切るには相当難しいんだろう。さっき、南アフリカは世界一不平等な国って言ってたわよね？ああ、所得格差を示す字に係数がある。0から1の間を取って、係数が0に近いほど、
所得格差が小さいとみなす。つまり、1が完全な不平等って意味だ。1に近づくほど、所得格差が大きいの？正解だ。南アフリカの所得格差は世界で最大だぜ。ジニ係数は、2021年時点で 0.62。0.5 を超えると、所得格差がかなり高いと言える。不平等をなんとかしなきゃならないレベルだ。ちなみに日本のジニ係数は 0.33 で、世界13位にランクインしているぜ。はっきり数値にも格差が出ているんだね。そして、アパルトヘイトの名残で根強い差別意識が消えない。南アフリカに短期滞在した、ある女性の話だ。黒人は常に屋外で力仕事をしていて、白人は彼らを顎で使っていたという。黒人を下に見てるからこその、憎たらしい態度ね。次に、南アフリカの白人男性と結婚した日本人女性の経験談だ。夫の母は、北欧系の金髪に青い瞳の女性と結婚して欲しかったと、当初反対していた。日本人でこの扱いだ。黒人ともなれば、さらにひどいことを言われるのは、容易に想像がつくぜ。そりゃブロンドの女性は綺麗だけど、息子が選んだ人なんだからいいじゃないの。同じく、南アフリカの黒人男性を夫に持つ日本人妻に聞いた話は、もっと嫌な気持ちになるな。どうしたの？その黒人男性は、海外生活も経験したいわゆるエリートなんだ。しかし、彼曰く未だに白人優位の世界だと。そんな優秀な人にも何かあったのかしら。黒人は、会社である程度の地位があっても仕事をもらえない。白人の社員が、黒人の役職者をすっ飛ばしていきなり白人社長に報告したんだ。普通何かあったら、まずは直属の上司に相談よね。そうだよな。つまり、能力のある黒人がいても、白人がまだ受け入れないんだ。まだまだ差別って本当に残っているんだ。理屈じゃないんだな。黒人と白人が近づけば、どうしてもいさかいや不快な思いを抱くことが、起きてしまう。黒人は自分たちよりも下の存在だと、無意識に刷り込まれてしまっているんだね。実は、オラニアという町がある。人口は約2000人ほどで、小さいがとても有名だ。その町に何かあるの？オラニアは、白人だけが暮らす町だ。南アフリカでそんな地域があるの？ああ。アフリカーナーが作った街で、標識やスーパーの商品も何が書いてあるのか、わからないぜ。いきなりどうして？すべてがアフリカーナーの言語であるアフリカンスで記載されているからだ。ちなみに、独自の通貨や国旗もあるんだ。まあ、南アフリカの通貨のランドも、普通に使えるんだがな。なんだか、別の国みたいね。オラニアは国家ではないが、自治区として認められている。アパルトヘイト廃止のために戦った世代は、ろくに教育を受けられなかった人々だ。アパルトヘイトが亡くなった後、彼らは職に就けない犯罪者になってしまった。その結果、犯罪が多発したんだ。皮肉ね、アパルトヘイトが廃止されたら、黒人の未来も明るいと信じていたでしょうに。廃墟同然だったオラニアの土地を、アフリカーナーの40家族が買って、白人だけの居住区を作った。農場を営む白人が殺害される事件が多かったんだ。このままでは、アフリカーナーの言語や伝統などが途絶えてしまうと懸念して、オラニアは作られた。治安は、とてもいいらしい。それって、こんなこと言いたくないけど、黒人がいないからなのかな。オラニアでは、事件らしい事件はほとんど起きていない。白人だけで農場、役場、学校、そして小さな空港まで作って平和に暮らしている。表向きは人種差別に反対しているようだ。だが、アパルトヘイトの建設者の銅像が、立っている。何か矛盾しているような気もするわ。オラニアのある白人は、黒人と別れて暮らすのが重要だと言った。アパルトヘイトを肯定するつもりはない。一緒に暮らすから、争いが起きるんだと。なんとも言えない気持ちになるわ。オラニアの人口は、毎年 10% ずつ増えているぜ。それが答えの白人もいるんじゃないか？ごく一部だけだったとしても、どれだけ対話しても、お互い平行線をたどるだけ。だから、離れて暮らすのが、白人にとっても、黒人にとってもベストなんだと考える人もいるさ。黒人の方はどう思っているのかしら？もともと自分たちの土地を荒らしたのは白人であり、黒人は一緒に暮らしてやっている立場だと。いうものもいる。その通りよね。アフリカ人の土地を突然奪って、アパルトヘイトなんておかしな政策まで作って、この国を苦しめている元凶は白人だもの。だが、南アフリカをアフリカ諸国で最も豊かな国にしたのも白人だと、分かっている人たちも多い。この国の GDP は、アフリカの中で1位だからな。そうだったのね。だから経済が支えられているという側面も否めないと、白人に対して決して良い感情を持てない人も多いだろう。今までの歴史を鑑みれば、それはごく自然なことだ。私も同じ立場だったら、頭で分かってても割り切れるかどうか。それでも、黒人は白人の力も借りながらこれからの南アフリカを、成長させていかなくちゃならないって思っているんだ。それこそ、日本やアメリカにも負けないような国にな。壮大な使命だわ。貧困の大きな原因の二つ目が、失業率の高さだ。
約 30% の失業率だが、35歳以下に限るとなんと 50% の人が仕事にありつけていないんだ。半数の若者が働けないの？大問題じゃない。ちなみに、白人の失業率は約 10% だぜ。3人に1人が失業者か、これはすぐに動向改善できなさそうね。そうだろうな。ここでも、最大の理由はやはりアパルトヘイトだ。アパルトヘイト時代の、黒人の教育内容がひどかったせいだぜ。残念なことに、雇用側が求める知識や技能を多くの黒人が持ち合わせていなんだ。さっき、人種別に教育内容が違う法律の解説をしたわよね。そう、ワンツー教育法だ。その悪影響が大きい。白人と同じ水準の教育を、受けさせなかったんだからな。信じられない政策よね、教育内容に差があるなんて。白人は、きちんとした教育を受けて、就職もできる。だが、黒人はあくまでも下働きの労働力としか見られていなかった。だから、勉強は不要だし、専門性など身につくはずもなかったんだ。ひどすぎるよ。キンバリーで、ダイヤモンド鉱山が見つかった話をしただろう？覚えているわ。あの鉱山は、手掘りだったんだ。て？つまり、人が直接掘ってたの？そうだ。人海戦術で掘った結果、直径約500メートル、深さ約200メートルにもなる巨大な穴ができた。機械を使わずに、そんな大きな穴を。この穴はビッグホールと呼ばれ、人間が掘った中で世界最大の大きさなんだぜ。昔は、このように手掘りだったから教育内容がひどくても、まだなんとか仕事があったんだ。現代なら、間違いなく機械の仕事だわ。そうだ。機械がするから、たくさんの労働者は鉱山から不要になった。機械化も、失業率を上げる原因の一つだな。代わりに何か他の仕事ってないかしら。金融業や、サービス業はそんなに人手がいらない。それに、計算や分析、書類仕事も多いだろう。こういった仕事内容は、黒人が受けてきた教育内容ではこなせない。だから、失業したままの状態が続いてしまう。なんだか本当にやりきれないわ。ため息ついちゃう。一部の地域で伝統的農業をしている黒人もいる。しかし、それはかなり稀なケースだ。南アフリカの農業は、白人の大規模農園だぜ。機械化されているし、黒人が仕事を見つけるのは、本当に難しいんだ。そして、最後に教育の格差だ。1994年にアパルトヘイトが廃止され、肌の色に関係なく、全国民共通の基礎共通制度が導入された。これで、やっと白人も黒人も同じ教育が受けられるのね。建前としては、そうだな。どういう意味？教育予算も、貧困地域に優先的に配分された。低所得者が多い地域では、教育が無償で受けられるんだ。富裕層の学校では、授業料の支払いがもちろん義務付けられているぜ。よかったじゃない。だが、12年間の基礎教育期間を終える前に、約半数の生徒が退学してしまう。大卒以上の白人は 18.3% なのに対し、黒人ではわずか 3.1% なんだ。なんでこんなに格差が大きいの？地域間の格差と、教員の質による問題がある。そして、各学校に組織された SGB の影響が大きい。SGB は日本でいう PTA のようなものだが、保護者などの同意次第で、学校に追加資金を集めることができるんだ。日本の PTA より強そう。ただ、アパルトヘイトの名残で、南アフリカにおいて貧困層と富裕層の居住地は、きっちり分けられたままだ。つまり、富裕層の居住区の学校は、多くの運営資金を手にする。そのせいで、貧困層の学校よりも富裕層の学校の授業料は、なんと10倍にもなった。さすがお金持ちは、ポーンと払えるのね。お金が集まれば、それだけ質の高い教育が受けられるのは当然だよな。だから、同じ教育であっても、地域によって質に差が出てきてしまうんだ。そうだよね、これじゃまた白人の教育と差をつけられちゃう。しかも、賄賂を受け取る教師もいるんだぜ。うわぁ、嫌だわ。倫理観ってどうなっているのかしら。さらに、国際的な調査でショッキングな結果がわかった。南アフリカでは、9から10歳の子供の8割が、読解力に問題があることが明らかになったんだ。そんなにたくさんの子が？多くの小学校で行われている読む力の指導は、口頭で読み上げる能力だけを重視している。そして、読解力や書かれた言葉が理解できるかどうかは、軽んじられているようだ。そんな雑な教育内容で良いわけないって。また、貧困層の学校は老朽化した建物もある。アスベストを使用して作られたものもあり、とても危険だ。日本でアスベストの危険性が指定されたのって、もう随分前のことよね。一度も補修されていない学校もあるほどだからな。パンデミック時には、ネットを使ってオンライン授業が受けられた学校もあれば、ネットが使えない環境のせいで、宿題も出されなかったところもある。そうか、誰もがネットに接続できるわけじゃないのよね。さらに言うと、パンデミックの時には、破壊された学校もあったそうだ。ひぃ？机や教科書などの必需品がなかったり、教室が過密状態だったりした学校もあるんだぜ。一体どうやって勉強すればいいのよ。また、貧困層の学生は、徒歩で通学する。
片道1時間以上歩いてくるコモザラなんだ。毎日往復で2時間もかかるじゃない、ウォーキングダイエットどころじゃないわ。学校といえばおなじみの、実験室や図書館がないところさえあった。おまけに、最悪なのがトイレだ。数が少ないのも問題だが、日本のような水洗トイレなんかあるわけがない。ピットトイレを使わざるを得ないんだ。何か嫌な予感がするんだけど、ピットトイレってどんなもの？掘った穴の中に、排泄物を溜めるトイレだ。地中を3メートルほど掘って穴を作り、そこで用を足すんだ。絶対に、いやー。残念なことに、毎年このピットトイレに落ちて亡くなる生徒もいるんだぜ。悲惨すぎて言葉も出ないわ。教育格差、全然埋まってないよ。こうして満足な教育を受けられないまま、就職もできず、様々なリスクに襲われる。最近問題視されているのは、若い女性の HIV 感染だ。性犯罪に巻き込まれて、感染してしまうケースもある。だが、年齢が離れた男性と関係を持って HIV にかかってしまう例が多いんだ。年上の男性と付き合ってるってこと？そういうことだ。だが、純粋な恋愛関係とは限らない。年上の、金銭に余裕のある男性とデートして髪飾りや最新の服、靴を買ってもらうんだ。やだ、それっていわゆるパパ活じゃないの？南アフリカでは、性的関係と引き換えに若い女性を経済的に支援する男性を、シュガーダディという。毎週、15歳から24歳の約2000人の女性が、HIV に感染している。そんなにたくさんの女の子たちが、10代から20代前半女性の5人に3人以上が、30代前後の男性やシュガーダディたちから、HIV を移されている。つまり、否認しないのね。きちんと教育を受けていないから、エイズのリスクをよくわかっていない。どうすれば感染を防げるかの知識も、まだ広まっていないんだな。ここでも教育の格差が出たんだ。アパルトヘイト時代に、黒人専用居住地に指定された場所をタウンシップという。そのうちの一つが、ソウェトだぜ。もしかして、ソウェト放棄のソウェト？そうだ。200万人以上が住み、今や南アフリカ最大の黒人都市になった。高級車や豪邸が立ち並ぶ一方で、トタンの掘ったて小屋も多い。富裕層と、貧民層が道路を挟んで住んでいるんだ。まさに、格差をはっきりと感じられる場所だわ。また、ソウェトは麻薬中毒も多いんだ。貧困と薬物は、大体切り離せないわよね。薬物乱用者が多いが、ニャオペという名前の薬が使われている。なんだか変な名前ね。ニャオペは他の通称名で呼ばれることも多い。だから、自分がニャオペを使っているのかどうか、気づいていないケースもあるぜ。名前の割に、闇を感じさせる薬だわ。快感や幸福感とともに、強烈な依存性もあるんだ。とある中毒者がニャオペを注射すると、みるみるうちに血管の色が変わったそうだぜ。やだ、それってかなりきつい薬物でしょ。おそらくな。だが、安く簡単に手に入る。月に、3回は過剰摂取による死亡事故が、起こっているぜ。正式な統計がないが、乱用者は数十万とも数百万とも言われているんだ。そんなにたくさんの人が手を出しているの？ニャオペは、ヘロインに大麻、エイズ治療薬や様々や薬品が混ぜられている。時には殺虫剤が入っていることもあるそうだ。そんな中身なの？死んじゃうよ。なんでわざわざ殺虫剤なんて毒を入れるのよ？あくまでも一説に過ぎないんだが、ニャオペの依存性を強めるためと言われている。毒なのに？殺虫剤を摂取すれば、体に激痛が走る。しかし、ヘロインは強い鎮静作用があるんだ。ところが、ヘロインの作用が先に消えてしまう。それじゃ、痛みだけが残っちゃうわ。そうだ。その激痛を取り除くために、またニャオペに手を出してしまうんだな。そして、重度の依存に陥るんだ。怖い。じゃあ、HIV の治療薬を入れるのはどうして？高等教育を受けていない黒人の間では、迷信深い人が意外に多い。HIV に対抗できる薬ならば、摂取したら自分も強い力を得られるんじゃないかという思い込みが、広まった。それがニャオペに手を出してしまう理由の一つと言われている。薬物は、一回でも手を出したら抜けられないのに。ニャオペは違法薬物と認定され、罰則も規定されている。しかし、実際は麻薬中毒者が多すぎて警察もいちいち相手にしていられないそうだぜ。ちなみに、密売人は警察に賄賂を渡して、逮捕回避しているんだ。薬物も警察も恐ろしい実態だわ。今まで白人と黒人の格差の話をしてきたが、実は、同じ黒人同士でも格差があるんだ。そうなの、想像もしなかったわ。黒人は、アパルトヘイトで散々虐げられ、苦しんだ。だから、民主化後には黒人も経済活動に参加できるようにしたんだぜ。とても良いことだと思うわ。この政策は BEE と呼ばれる。具体的にはどんな内容なの？会社の経営に 40% の黒人を参加させたり、株式の 26% を黒人に所有させたりすることが、義務付けられたんだ。ふむふむ。例えば、鉱山の開発はかつて白人に独占されていた。それが、BEE によって黒人も開発できるように変わったんだ。すごい変化ね。アパルトヘイトの時代、黒人の教育内容はなんとも乏しいものだった。
管理職に就くために必要なスキルや訓練なんて習得できるはずもなかったんだ。だから、BEE が始まってもほとんどの黒人には知識や専門性が足りなかったんだぜ。うん、気の毒だけど、そうだよね。結果として、BEE によってもたらされるはずの恩恵を享受できていないんだぜ。そして、BEE にも問題点がある。会社の経営に参加できるような黒人は、汚職やコネで入った人たちが多いってことだ。そうなの。退職した役人が新しい会社を起こすとする。知り合いだから、優先的に発注をもらう。なんてケースもあるんだぜ。あら？そのため BEE で豊かになれたのはほんの一握りの黒人だけで、ほとんどの人々は、BEE は関係なかったんだな。だから、上級管理職に就く黒人はごく少数だ。BEE は、格差社会の不平等さを改善できなかったんだ。せっかくの政策も、アパルトヘイト時代のせいで効果なしだったんだね。そして、運よく BEE を活用できた少数の黒人だけが豊かになっていったんだ。同じように差別されていた黒人仲間が、ある日を境に収入を得てお金持ちになる。ここに、黒人間の格差が生まれてしまった。自分と仲間を分けたのは、一体何だったのか。ただの運なんじゃないか、なんて、思ってしまいそう。とても複雑よね。きっとそうだろうな。それに、黒人を優遇しすぎた反動で、BEE に対する抗議デモも起きたりしたぜ。まさか、黒人間で貧富の差ができちゃうなんてね。なかなかうまくいかないもんだよな。今年は、南アフリカにとって節目の年だ。どうして？ちょうど30年前にアパルトヘイトが廃止され、全人種が参加した初めての選挙が行われたからだ。30年、確かに記念すべき年だわ。しかも5月29日に総選挙が行われる。与党は ANC だが、近年は人気を失いつつある。経済低迷や電力不足など、深刻な問題を抱えているからな。電力不足解消のために、2022年からたびたび計画停電が行われるほどだぜ。日本でもあったね、計画停電。短期間でも、すごく不便だった。発電所が老朽化していて、稼働率が下がっているんだ。エスコム内での汚職や、熟練技術者の不足、電線網が盗まれてしまうなど、問題が山積みだ。ここでも汚職があるんだね。そのため、南アフリカが民主化されて以来、初めて ANC が過半数を割る可能性もある。もしもそんなことになったら、国内情勢がまた大きく変わるかもしれないわね。そうだな。そして、5月はもう一つ、南アフリカにとって特別な日がある。なんだろう？それは、南アフリカ共和国の宣言が行われた日だ。1961年5月31日のことだった。そうだったんだ。折しも、今年は総選挙の2日後だぜ。大事な日が続くな。まずは総選挙だ。国民は、一体どんな審判を下すのか？楽しみだな。その通りね。さて、今回は天然資源に恵まれながらも貧困から抜け出せない。南アフリカについて解説したが、どうだった？貧困の原因には、ほとんどアパルトヘイトが絡んでいるわね。その通りだな。教育を受けてしっかり学び、知識や専門性を身につけることの大切さを、しみじみ感じたわ。仕事がなきゃ、貧しいままだもの。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。